こんにちは、一ノ瀬です、えー。前回の動画に続きまして、えー、今回もですね、まあ、値引き交渉に関してのお話をさせていただきます。えー、今日のテーマなんですけれども、えー、値引き交渉時に NG な行動パターン5つということで、えー、私の経験上ですね、値引き交渉の時にまあ、こういうことをしたらね、あの良くないんじゃないかって思うところを5つね、挙、えー、げていきたいと思います。 まず値引き交渉時にやってはいけない NG な行動パターン一つ目なんですけどこれ一番大事だと思うんですが自分だけ得しないということですね。自分だけ あの取引相手の方にこうゴリ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 値引きを要求して自分だけは商品安くなったラッキーみたいなね独り、えー、勝ちををしてはいいいいけないとというこすすごく思いますで、えー、値引き交渉する時はですね必ずあの取引相手の方もウィンウィンになるようにねうちもその、えー、値引きしてもらってハッピーだしあの取引先さんにも何かねいいことがあるようにっていうのを必ずですね、えー、提示するようにし なけければいでそのウィンウィンっていうのが例えばですねあの数量的なものだったりねちょっとこう、えー、値引いてくれたらこんだけ買いますよみたいなね普通はあのこんだけなんだけど値引いてくれたらじゃあ10個買いますよ20個買いますよみたいなねあのボリュームディスカウント的なものを あと、まあ、あのこれだけこう値引いてくれたらずっとね御社とお付き合いしますよとかあの御社一本でやりますよとかですねまあ例えばあとこうまあ営業マンの方ですねこう月々のこう販売数字みたいなものをね、まあ、ノルマみたいなものを持ってらっしゃるんだったらここまで下げてくれたらもう絶対今月買いますってねいうような相手にとっても よかったねあの多少まあ値引きして、まあ、協力してよかったと思えるような、えー、取引でないと、まあ、相手からね自分だけそのいいとこ取りばっかりして相手の方にやっぱりメリットがないとそこはやっぱ続かないところだと思うので、まあ、人間関係的にもですね続かないところだと思うので自分だけが得するというような値引きの仕方は NG ではないかと思ってます。 えー、2番目なんですけれどもあのその値引きしてほしい、まあ、サービスとか、ね、商品に対して、まあ、ケチをつけるような値引きの、まあ、話の持っていき方というのは、えー、よくないと NG だというふうふに思っております例えばですねあの、まあ、欲しい商品があったとしてこれはちょっとねここにこう傷がついてるからとか。 ちょっとねあのオタクのサービスはああだこうだとか言ってなんか文句を言ってだから値引いてくれっていう言い方は、まあ、相手もねあの感情もあるしそのプライドを持ってねその会社で働いてらっしゃるのでそういう話の持っていき方での値引き交渉はあのやってはいけないというふうに思ってます。 言うんだったらですねお宅のこの商品とかこのサービスが好きで私としてはあの御社から購入したいんだけれども競合相手のこういうのがあってこっちはこのくらいのお値段でこっちもちょっと予算のなんか限りがあるからこのくらいにしてもらったら是非ね御社から買いたいなみたいなねこんな感じの言い方をしたらいいんじゃないかなというふうに思います。 えー、NG な行動3つ目なんですけれども裏、えー、裏切切るとというこでですすねねったら絶対ダメです、ね、例えばあのー、まあ、ここまで、ね、値下げしてくれたらうちはね契約しますよって言っておいて向こうのね営業マンの方が「分かりましたそしたらじゃあこの値段で」って言ってくれた時に「あじゃあもう一回検討します」とかねふってねこう逃げたりとかそしたらなんか。 あのやっぱこっちのね信用に関わることだしやっぱりあの契約してもらえるっていう前提で向こうもね頑張って値段を提示してきたのでこっちがねあのここまで下げてくれって言ってお願いをしてでその営業マンというか取引先の方が分かりましたじゃあこの値段で合わせますって言われたらそしたらちゃんとねあの裏切らずに契約をしてあげないといけないと。 いう,ふうに思ってます。まあ、約束はね守らないといけないということになるんじゃないかと思います。で NG な行動4番目なんですけれども、まあ、値引き交渉をねこっち側のお願いをしてこのぐらいに、ね、なりませんかっていうような話をしてで向こうが「できません」とね言ってこられた場合に「 つここくしないっていうことうですね。向こうも向こうであの、まあ、そういう社内的なルールだとか、まあ、絶対に、ね、値引きをしないポリシーでやってるとかいろいろあると思うんですけれどもあのこっちが、ね、値引き交渉して向こうが、ね、あできませんって言われたらその時はもうそこのサービスなり商品をもう買う買わないは別としてそれ以上ちょっと食い下がらないということですね。 やっぱそこでこ、ね、も会社の代表としてお断りをしているのにそこから先に、ね、さらにこう食い下がるというのは相手に対してちょっと失礼なことなんじゃないかなと思うので、まあそのえー、値引きが通らなかったらもうその値段で検討するかもしくは、ね、あの他社の類似 サービスとかか類似商品をまあ検討するかねそこと取引しないとかあると思うんですけれどもあまりねこうしつこくするとなんかちょっと嫌、えー、な感じお互いにですねやっぱり人間関係も悪くなりますしちょっと嫌な感じになりますので、えー、無理ですと言われたら分かりましたってね 言った方がいいいんじゃないかなと思いますあとまあそのね値引きをお願いして聞いてもらえなかったからといって、まあ、逆ギレとかですね <laughs> なんかこうあの嫌な感じで当たらないっていうこともねあの大事なんじゃないか、まあ、大人同士ですのでなんかそれでふてくされたりとかですねなんかこうあの態度を表ょ変させたりとかですねそういったことはねやっぱよろしくないんじゃないかなと思います。 えー、そしてちょっと5番目なんですけれども,もうこれ基本中の基本のことで、えー、っとこっちがねあの買う立場であるんですけれどもだからといってこう偉そうにしないとかいうこととか,なんかあの安くしてみたいな、ね、こう慣れ慣れしくしないっていうことですねやっぱりあのお互い、ね、一定の距離感を持ってちゃんとねあの話し合いというか交渉をしたらいいんじゃないかなと思います。まあ、偉そうにしたりととかかかね、まあ、上から目線とか なんかあのこう昭和時代のなんか慣れ慣れしさにちょっと負けといてよみたいなねそんな感じの交渉はまあ相手にもよるんでしょうけれどもあのー、あんまりねやっぱよくないんじゃないかなと思う自分がね買う側だからといって自分の立場のまあ優位性を、ね、利用してえ交渉するっていうのはよくないんじゃないかなというふうに思います。 はいえー、ということで、まあ、値引き交渉時に、ね、NG な行動パターンということで、まあ、これは私の、ねえーまあ、会社を、ね、経営していての、まあ、経験値というところになるんですけれども、一、まあ、つ目は、ね、自分だけ得しないということですね。相手にも必ずメリットがあるような値引きのお願いをすると。 ということです、ね、それから2個目が相手のまあサービスとか商品に対してまあケチをつけながらの値引き交渉はしないということですね。そして3つ目はあの裏切らないといととうことですねあのちゃんとこっちがここまで下げてくれたら買いますよと言ったんだったらちゃんと買,い買ってあげないといけないというようなことですね。まあ、きちんと約束を守らないとね後々の取引にもつながりますので。 そして四つ目がまあしつこくしないということですね。相手が値引きに応じられないと言ったからといって、まあそれ以上ね食い下がったりとかなんかね逆ギレしてこう態度を変えたり捨て腐されたりするっていうのは、えー、よろしくないということです。そして五つ目がまあ買う立場だからといって偉そうにしたりね上から目線だったりとかあとちょっとお友達じゃないんだからあんまり馴れ馴れしくしないというような、えー、点。 まあこういったところがですね NG 行動ということになるのではないかと思います。ということで本日の動画は以上になります。今日もごご視聴いただきままししてありがとうございました